った。なんだろう。かあの回転させると携帯を。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。名前変えるの大変。あら、あ。ね、名前変えてくださってありがとうございます。え、なにこれ、笹のくまさん、ありがとうございます。くま、ありがとうございます。回転させると、そう、回転させるとね、コメントを読めるようになって、そう、こんばんは、どういうことどういうことね、こんばんは、皆さんこんばんは、やっほー。あ、名前変えてないって名前ちょっとね、名前、私の名前以外のが入ってる気がするこんばんは、皆さんこんばんは、やっほーやっほー。今夜ラジオあるねって、そう、そうなんです、21時からそうラジオ、エッサコイサラジオがありまして、でもね、私やらかしてあのね、今日の配信を20時から21時半までにしようかと思って20時ってやったんだけどね、今日何日かなパッて見たらあのね12日で、あー、やばい、どうしようどうしようって焦ってたの、一人で、あ、やらかしたって思って、日にちをね、あの何よ、あの日にち感覚がなくて、あのね、あの今日の朝パッて見たら、あ、今日ラジオだって、あー、かぶった、どうしようって、やっちまったなってなっちゃって、え、どうしようってやらかしました、一やらかし。実況しながら、え、でもさ、皆さんラジオ聞きに行っちゃうじゃないですか、絶対聞きに行っちゃうなって思って、どうしようって、日にちをバグるとなのでお気をつけようって、そう、日にち感覚がなくなっちゃってて、最近曜日感覚は取り戻せたんですよ、あの毎日メールで今日は何曜日ですねってやってるから、曜日感覚はありますよ、あるんですけど日にち感覚がなくなってしまいまして、そう、やらかしました。端末2台あれば配信見ながらラジオ聞けるって、あ、端末はあります、あの今 iPad であのやってて、あのスマホ、あ、 iPhone があります、あ、見えちゃうそう、あるんですけど、そう、やらかしちゃった。そう、やらかした。ね、そう、県外、え、県外？端末6台あるから同時に聞けるよって。あ、そうなんですか。え、でもさ、皆さんがなん、あのね、皆さんがあれだと思うから、端末がね、あんまりない。なかったら、あの1台しかないとかあったら、あの聞けないじゃないですか、だから、うん、今日はね迷ってるの、本当に、あの一緒に聞くか、なん、あの20時でやめるか、あ、20時、あ、21時ださすがすぎるって、 ありがとうございます、嬉しい、さすがですね、私ラジコでええんちゃうって、どうしよう、迷うね、迷っちゃう、新潟県民だから絶対聞いてますって、あ、本当ですか、ね、ぜひ聞いてください、あのね、今日のラジオはあのすごくいい雰囲気で終われた、なんだろう、すごくいい感じのラジオだと思う、私多分やらかしてない、多分やらかしてないので、うん、いいと思う、ついに時間感覚もなくなりました、感覚かな、そう、時間が
あのね、あのなんだろう、20時とかなんて言うんだろう、19時とかあるじゃないですか。あれがあのね、あの感覚というかね、忘れちゃうんですよ。あの何時が、あ、7時が19時でとか忘れちゃうの最近。だからね、時間感覚がないというか、何時が何時だっけってなっちゃう。ラジオは後で聞く方法があるし、あ、ですね。え、でもどうしよう、これは。え、マッシー優しかったって、え、すごい優しいです、本当にすごく優しくて、あの私がね、なんて言うんですか、あのバスケアルビーさんの仕事が決まって、すごいあたふたしてた時に、あのマシモさんがね、あの困ったことがあったら何でも聞いてねって言ってくださったんですよ。すごい優しいです、本当に好きです。え、こんばんは、皆さんこんばんは、こんばんはです、こんばんは。え、待って、12引いてくださいって、あ、そうだ、12引けばいいんだ、そう、12引けばいいのか。でも引き算も早くできない人間なんですよ。筆算必要かな。今日は月曜日ですよって、そう、今日は月曜日、それは覚えてる、あのメールで送った、今日は月曜日ですねって送った記憶があります。要はポンコツってことねって。いや、ポンコツじゃない、ポンコツじゃないよ。あのね、そう言われたの、そう、ポンコツってね、いろんな方に言われるんですけど、私はポンコツじゃない。やっぱり21時までにした方がいいよね。え、だよね。ね、じゃあ明日長めにやりますね。明日配信を、配信を長めにするという約束をして、今日はそうしようかな。え、でもさ、時間も告知しちゃってるんですよ。告知もう、ま、あの言っちゃってるんですよ、何時までやりますって。え、どうしよう、これ、え、聞いた方がいいかな。マネージャーさんに言っちゃってるから、どうしよう。ラジオ聞きながらツイートするからって、え、ありがとうございます、ありがとう。え、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは、皆さんこんばんは、こんばんはです。え、そこそこ、待って、数学得意なのに算数は苦手なのって、あ、算数はね、意外と苦手かもしれない。じゃあ、あのね、引くことと割り算が苦手なだけです。足し算と掛け算は得意。うん、はるちゃん天才、そう、はるちゃんは天才、はるちゃんは天才です。ポンコツな君が好きだ。ありがとうございます。テラヒナもいつでも連絡してって言ってたよって、そうです、そう、テラヒナさんもいつでも連絡していいからねって言ってくださって、本当に、え、本当に好きです。こんばんは、こんばんはです、皆さんこんばんは。21時だとめちゃくちゃ時の流れ早いですよって、確かに。私ね、オーディションの期間中3時間配信を毎日やってたんですよ。3時間でも、あの、少なかった、3時間。私話すことがすごく好きで、でも、あの、好きなんですけど得意ではないの。だから、あ、何これ、くまちゃんありがとうございます、ありがとうございます。今なんか顔に出てきた、私の近くにくま、ありがとうございます。で、何話してたっけ。私何話してました。
背景の髪が荒井里乃になってるよ。え、背景の髪、何それ、え、背景の髪、私荒井里乃ですか、え、どういうこと、どういうことだ、迷ってる間に21時になりそうって、確かに確かに、はるちゃんのリラックス方法あるって、私ね、ないないな、リラックス方法、私はね、寝ること、寝ることかな、リラックス方法、え、どういうことだ、リラックス、え、常にあたふたしてるなって自分では思ってるので、ね、リラックス方法、深呼吸じゃないですか、ルーム間違えたかと思ったって、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、背景、え、どういうことだ、芸人の南川は最近人気出てきてるよねって、そうですよね、私よくテレビでね、お見かけすることが多くなって、私が芸人さんの、南川さんを知ったのが小学校3年生ぐらいかな、2、3年、5年、4、いつだろう、で、なんかねテレビで見ました、見かけました、1回で、あ、同じ南川いるんだって思って、で最近もまた最近もね、なんだっけ、何で見たんだっけ、なんかねテレビ見てたらいたんですよ、ね、南川さん面白いですよね、スーハースーハースーハーやってるところ見ました、システマだっけあ、こんばんは、こんばんはです、こんばんは、3時間が少ないとかやばい、あ、本当ですか、え、あ、ごめんなさい、え、私的にはね、時間の感覚がねなくてね、3時間はね短いと思ってるんですよ、3時間あっという間だったよね、うん、そうだよね、好きと得意は違うよねって、そうですよ、好きと得意は違うんですよ、ね、待って、やっぱりポンコツや、そんなことない、え、いつだろう、ポンコツになっちゃったの、3時間があっという間だった話、あ、その話か、そう、3時間あっという間だと思ってて、なんだろう、なんだろう、何の話をして、何の話をしようとしたのかも忘れた、思ってての次が忘れた思い出したら言います、バスケのポジションはどこだったのって、あ、ポイントガードが多かったかな、うん、バスケのポジション多分ポイントガードか、話すことが好きだけど得意じゃないって、あ、そうだ、得意じゃない なくてその続きを忘れたんだよね、得意じゃなくて、何でしたっけ、得意じゃなくてでも好きだから、え、違うな、え、本当に忘れちゃった、え、本当に思い出したら言います、忘れた、本当に忘れた、やばい寝つきはいいのって、あ、悪い方です、私なんか夜寝れなくて昼間寝ちゃうタイプの人間です、うん、なんかね、夜ね寝ようと思ったらパッて目が覚めちゃうんですよ、そう、覚めちゃうの、目が、なんでだろう、なんか夜の10時ぐらいが一番眠い時間なんですよ、私的に、で、こうね、目つぶって、あー眠い眠いって、あ、でもまだだって思って目開けてるじゃないですか、あ、9時ぐらいかな、眠くなるので、それで、あ、やばい、まだお風呂入ってない、まだお風呂入ってないってなって、お風呂入って、で、寝る準備して寝ようとするじゃないですか、で、ベッドに入るともう寝れなくなっちゃう、あ、ベッドのせい？え、ベッドのせいかな？
ベッドに入ると眠くなくなる。ハルちゃんは自分のことを呼ぶときは南川呼びって、あ、違います、私ハルって呼んでます。ハルは何かな、ハルはとか、ハルカはとか。ハルゴンと名前がよく似てるねって、あ、中川ハルカさんですよね。そう、ね、なんだろう、私幼稚園から認知してます。すごい好きだった、あ、好きです今も、うん、え、似てますか、似てますか私。背高いから、え、違うんですよ私ね、身長高くなったのがバスケやめて2年ぐらい経ってからなんですよ。あ、1年かな、1年経ったぐらいかな。で本当は147センチの人間だったんですよ私は。でも気づいたら165センチになってました。寝る子は育つってよく言うじゃないですか。だから部活やめて寝てたんですよ、たくさん、最高で20時間寝てたんですよ。そしたらなんかいつの間にかなんか165まで行ってました。そう、寝る子は育つって本当だなって思った。3期生の中ではるかちゃんのお顔が一番好きです。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。私自分の顔あんまり好きじゃないのでね、そうやっていただいてね、すごく嬉しいです、ありがとうございます。え、こんばんは、皆さんこんばんは。うちは作ったから19日にお披露目するねって、え、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。バスケ超うまそうって、あ、本当ですか、本当、え、バスケうまいのかな。でも一応キャプテンをやらせていただいてました。うまくはないけど、え、うまいのかな、わかんない、うまくないけど、ね、いつかねお見せできる機会があればいいんですけど、でもね最近ねバスケやってないんですよ最近。だからね、動きがとろくなってるかもしれない、鈍くなってるかもしれない。芸人の南川さんファン歴は10年目くらいってことか、多分って、あ、そんな感じです。そうそうだよ、そう、待って、コメントがさ追いつけない追いつけない、寝ちゃうとスクショ取られちゃうって、あ、確かにショールームで寝たらダメだよね、ショールームで寝たらもうダメだ。今日30分短くする代わりに明日な長めにするとって、そういう感じです、そういう感じ、そうそう、そんな感じでやっていきましょうって思ってます。でもね、え、待って、でもねあれなんですよ、私時間感覚忘れて話しちゃうと9時になっちゃう可能性があるから、皆さん教えてください時計はあるんですけど、時計も見ずに話しちゃうからね、スマホとかいじってるからって、スマホをいじってるからかな、そうなのかな、なんでだろう、そうかな、枕のせいじゃないかなって、枕のせいかな、風呂出て脱衣所やばい、寝れない。それはハルゴン知ってるんだって、あ、します、あ、知ってますよ、知ってます、幼稚園から認知してますわ、パワーワードって。え、パワーワードですか。私3歳から AKB さんのことを応援してて、家族みんなで、そうで、私の推しさんは柏木由紀さんなんですけど、認知してました。147とか想像できない、あ、本当ですか。なんかさ写真、あ、でも写真でもさ身長わかんないか身長わかんないか、写真だと、あ、写真じゃ147わかんないか、何で想像してもらえばいいのか。モバイルメールのタイトルがいつも南川だったから南川、単語が可愛いなって思ってるんですよ。単語が可愛くて南川をつけてるだけなんですよ。だから自分で南川はって言わないですね。
なんか南川って長いから言えない。147だとゆきちゃんより小さいって、ゆきちゃんより小さいんじゃないかな。小さいはるかちゃん想像できん。あ、想像できん。え、20時間は寝すぎ。あ、で、そうですかね。え、でも何回も起きてるんですよ、こうやって起きて、あ、何しようかな何しようかなでも寝ちゃうんですよ、こうやって。なんでだろう、何しようかなって考えてる間に寝ちゃうんです。そう、それで20時間達成したんです。すごくないですか。だから眠り姫じゃないんです、あのずっと寝て、あの目を開けないっていうわけじゃなく、20時間、あの何しようかなって考えてる間にもう1分も経たずにもう寝てるっていう感じですね。そう、こんばんは、皆さんこんばんは。ブザービート期待しますって。あ、ブザービートありがとうございます。ブザービートね、皆さんにね見せれたらいいね。でもどうやって見せるんだろう、ブザービートって適度に飛ばしてこってですよね。飛ばさないと多分コメント追いついてない。はるちゃん久しぶりで、久しぶりに来てくださってありがとうございます。芸人の南川さん、新潟の地方番組にかなり出てるよって。え、ですよね。私なんか新潟来てから本当にあのお見かけするようになって、あ、でも新潟、あ、でもな、千葉にいた時は、千葉にいた時テレビ見てなかったからか、見てなかったの、うん、テレビあんまり見ない人で、私の家テレビあるんですけど、あのね、多分ね2週間ぐらい見てないかも。もう2週間ぐらい見てない。今なんか iPad で YouTube 見てるか、あの Amazon プライム見てるかとかだからね、いろいろとね、あの見てないな、テレビ。ラジオ楽しめてありがとうございます。コメント追いついてないと時間経っても気づかない。確かに、あ、やばいやばい、気づかない気づかない。チーム B やないかいって何、チーズ今20時20分だけど時差どれくらいあるって。ね、20時23分です今。15年以上ファンってことかって。あ、そうですね、そう、多分チーバくん、あ、そう、チーバくん、あ、チーバくんに似てるっていうことかな。昨日も言われたんですよね、チーバくんって。私チーバくんに似てるのかな。ゆきりんさんは164センチって、あ、そうなんですか。こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは。子供かって、寝る子は育つと言うよって、あ、ここで寝るところね、ね、考えると眠っちゃうのって。そうです、そう、はるちゃんも歌うまですかって。私ね、歌うまというか、あの声量が大きくて、あの歌声の声量が大きくて、みんなより、あの なんだろう、なんていうんだろう、声量が大きくて歌うまくないけど響いちゃう人ですだからなんか自分、あの家族にはみん、家族みんなには音痴って言われてるんですけど、メンバーにはいや、その音痴ではないって言われてるんですよ。なんだろうね、私的にはあの音痴かなって思ってる。そう、なんだろう、うん、でもね、あれですよね、家族は遠慮なく言えるから音痴だよって言えるけど、メンバーはさ、遠慮なく、多分遠慮なく言ってない気がする、音痴でも音痴じゃないっていや、音痴ではないって、うまいよって言われたんだけど、やっぱり家族の方がズバって言ってくれるから、多分私音痴だと思う。ブザービートというドラマ見たことあるのって、ありますよ、あります。南川ってタイトル見ると落ち着きますって。あ、本当ですか、嬉しい、かわいい、ありがとうございます。あ、ぶどうありがとうございます。
フリースロー対決を3期生でやろうって、やりたいやりたいけど、バスケ経験者いるかな。アニメとかドラマとか映画とか見ないのって、あ、全部ねアマプラとかで見ちゃってるリアル、あのリアルタイムで見てないんですよね。え、待って、ごめん、なあ、ありがとう。3分ずれてる、これ3分ずれてる。一回最新のコメまで飛ばしてみるって、飛ばしちゃう。いや、こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは、ハートハート、ありがとうございます。そういうところも好きですって、ありがとうございます。ブザービートって秋元先生が曲作りそう。あ、本当ですかどうやって作るんだろう、ブザービート。声量が大きい、うまいとは言ってないで、そう、うまいとは言われてないけど声量が大きいんです。チーバくんを味方につけるよ、つけようか、つけよう。スイズちゃんと早い者勝ち、ふなっしーでもいいぞってえ、でもさ、私さ、コメント欄にさ、チーバくん、チーバくんって言われてるから、多分チーバくんに似てるんでしょうね、多分。え、チーバくんに似てるって初めて言われたんだけどさ、私の親戚かな、チーバくん。言われてみれば今も声大きいかもって、あ、本当ですか。え、でもテンション上がっちゃうと、テンション上がっちゃうとあれなんですよ、声が大きくなっちゃうだからだと思います。でも普段は声小さい方かもしれない。歌がパワータイプって、そうなんです、パワータイプ、そう、歌声はパワータイプかなって思ってます。でもね、私ね、あれなんですよ、柏木由紀さんの歌声にすごい憧れてて、なんかかっこいい歌声もできるし、なんかすごい、なんて言うんだろうな、 あの歌声を表すのとても難しいんですけど、あの歌声すごく綺麗な歌声じゃないですか。で、本当にすごい憧れてて、私その歌声になりたくて今練習中です、歌。あ、こんばんは、こんばんはです、こんばんは、皆さんこんばんは。カラオケ配信待ってますって、ありがとうございます。じゃあね、いつかやりますね。イヤホンはあるんだけど、今日やりますって言ってないのでね、いつかできる機会があればやります。声量あるのみは強みよって、音程は日野さんに教えてもらえば大丈夫って。あ、じゃあ頑張ります、ね、声量で頑張る。お世辞的なお世辞的なやつ、お世辞的なやつかなって思ってる。恐ればせながら、遅ればせならばから、加入おめでとう、マジで頑張ってて、ありがとうございます、嬉しい。待って、日本語が難しい、漢字が遅ればせながらかな。え、こんばんは、3期生楽曲ブザービートって、え、私がなんかメインみたいになっちゃうじゃんコメント読まれるまで3分ぐらいかかってるかもって、あ、自分のペースで大丈夫よって、ありがとうございます、嬉しい。こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは、こんばんはです、こんばんは。お猿のジョージじゃないのって、そうですね、お猿のジョージに似てるって言われて、言われました、家族に、家族にはお猿のジョージに似てるねって言われて、お猿のジョージグッズをねもらって、で今もねお猿のジョージのクッションを持ってるんですよ、こうやって持ちながらこうやって配信してるの、こうやってえ、チーバくんに似せてるのかな、私似せに行ってるのかな。ユキリンはいいよなって、え、そうですよね、私あの歌声になりたいです。そう、すごいかっこいい歌声もできるし、なんかなんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんだろう、そうそう、で
それに憧れて、何年経ってんのかな、何年経ってんのかな、そう何年経ってるか分かんないけど、まだできてないんですは大事って、ありがとうございます。そうですよね、大事だよね。遅ればせながら読めないの可愛いってえ、これなんて読むんですか、遅ればせながらかな、え、合ってるかな、ゆきりはグループでもトップクラスに上手いよねって、ですね、すごいね、憧れてて、すごく永遠の憧れです。センター目指して頑張ろうって、目指したいんですけど、まだまだね、自分の実力的にはまだ無理だなって思ってて、歌もダンスも喋りも全部できてからセンター目指しますって言いたいんですよ、私的には。でもね、なんかね、すごい嬉しいことに、お披露目の時は端っこだったんですけど、24時間テレビの時にセンターの隣のポジションにを経験させていただいて、この景色、すごいいい景色だなって思って、でもね、どこにいてもね、いい景色だなって思うんですよ、いろんなところにファンの方がいるので。そう、でもなんかね、目の前にメンバーがいないってなるとすごくね緊張しちゃった目の前にさ、メンバーがいなくてさ、踊ってるってなるとすごく緊張だよね。チラッて、あっち、チラッ、楽曲がブザービートならセンターだねですよね、私がブザービートってやってるからね、ブザービートになっちゃうね、センター、うん、こんばんは、こんばんはです、こんばんは。検索してみたらお猿のジョージ似てると思って、あ、本当ですか、え、似てるかな、クッション見せてって、え、いいんですか、クッション見せていいの、クッション、いくよ、はい、クッション、お猿のジョージえ、似てるかな、なんか線入ってる、髪の毛がさ、ついてんのかと思ったら線入ってた、洗わないと、洗わないといけない、これ洗おう、洗えるのかな、クッションってジョージって、ジョージに似てる、読み方は合ってるけど片言なんだよって、片言ですか、ごめんなさい、日向坂の高瀬真奈さんに似てるって、あ、よく言われます、私言われますね、自分的にはなんかね、高瀬真奈さんの方が方がっていうか、高瀬真奈さんがすごく可愛いから、似てるのって思ってるんですよ、センター顔だと思います、え、恐れ多いです、恐れ多い。ゆきりん NGT と兼任してた時期あるの知ってるって、私知ってますよ、私デビュー前から NGT のことを応援してる人間なんですよ、実はね、そうで、
なんで知ったのかがちょっとあまりよく覚えてないんですけど、なんか CS かなんかでなんかテレビ番組見てたんですよ。そしたらなんかライブ映像がたまたま放送されてて、ライブ映像かなんか歌ってるところ放送されてて、なんだろう、みどもりかな、なんかね、なんかなんだろう、なんだろう、何の歌聞いた時になんかいいじゃんって思ったのかが忘れてしまったんですけど、なんだっけな、そう、何の曲だったっけな、そう、そこまで覚えてないんだよね、やばい、記憶力がなくなってしまったかもしれない。そう、それで応援するようになりました。で、その影響で姉も NGT さんを好きになり、一緒に応援してました。好きだって言い続けてると夢が叶うのが NGT48 って、あ、本当ですか。じゃあ私言いますね、好きだとか、身長があるから見栄えがいいって、あ、本当ですか、嬉しいです。はじめましてって、はじめましてじゃないですよね、昨日も配信見てくれた方ですよね、はじめましてじゃない、見つけた、こんばんは、こんばんはです、来てくださってありがとうございます、こんばんは、かかとを鳴らせのセンター候補やなってそうですね、センター候補ではないと思うんですけど、いつかね、バスケの試合で披露できたらいいなって思います。あら、かわいい、あ、かわいい、思ったよりジョージ、私ですか、右側のはるかちゃんかわいい、待って、右側ってこと、ジョージの方ですか、待って、右側ってことはジョージの方か似てる、あ、似てる、かわいい、ありがとう、ジョージがかわいいって、謎の線があるジョージってね、ジョージ線が入ってる、なんでだろう、なんか汚しちゃった、タグついてたら選択できるか書いてあるかもって、タグ切っちゃったタグ切っちゃってなくなっちゃった、ジョージ意外に大きいって、意外に大きいでしょ、マナフィーさん推しなんですかね、マナティ、私マナフィーさん、マナティって言うんですか、私マナフィーさんって言ってた、ゆきりん NMB にも兼任してたって、あ、知ってますよ、知ってます、そう、その時に NMB さんを見るようになってすごく好きになりました。そう、アイドルフェス、多分そうアイドルフェスかな、そう、なんかね、アイドルさんがいっぱい、あ、アイドルさんかな、なんかね、そう、見た記憶があります、マックスだろってなのかな、なんかね、AKB さんの曲も歌ってた、 AKB さんの曲も歌ってた、何の曲だっけ、何の曲が忘れました、何の曲だっけ、そう、その頃はリカ姫推しって、それが違うんですよ、そう、違うんですよ、私初代の推しが姉がリカさん推しなんですよ、姉がリカさん推しで、私の初代の推しが違うんですよ、マックスかな、マックス時かな、でも AKB さんの曲も歌ってた、お姉さんの推しメン、あ、言っちゃった、お姉さんの推しメンは中井リカさんです、初見です、あ、初見です、オーディションの時から来てくださってたよ ね、ジョージも可愛いですって、あ、私も可愛いってことかな、ジョージも可愛いってことは、私も可愛いってことかな、嬉しいです、ありがとうございます、そうなのかななんと覚えてたって、覚えてますよ、覚えてます、
コメントを言うには、あ、コメントを読んでる、あのパッて見たら名前もね、あの見えるんですよ。だからコメントと一緒に名前も覚えてます。でもね、コメントの流れが早すぎてあれなんですよねコメントの流れが早すぎて、なんか私ね、あんまり読めてないところが多いんですけど、ゆきりんの NMB 兼任とか懐かしいねって。そうですね、 NMB さんとも兼任されててすごいですよね。なんか兼任って聞くとすごい大変そうだなっていうイメージがあるんですよ。誰推しだったのって、高倉舞香さんですやばい、初めて言います、それは初めて言った。高倉萌香さんが好きでした。君好きかヘビロテか、なんだっけ、何の曲か本当に忘れた。なんだっけ、何の曲だっけ、本当に忘れた、本当に忘れました。やばい、記憶力が本当に薄れた。こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは。じゃあ俺も初見です初見じゃないよね。よくあのオーディションの頃も、あの今も来てくれてる方、ジョジより可愛いですって、嬉しい、ありがとうございます。あ、私も初見ですって、え、待って、初見じゃない、待って、初見ですって初見じゃないですよね、初見じゃない、可愛いよって、ありがとうございます。こんばんは、来てくださってありがとうございます。南川アラハッタジョージはるかがもうなくなっちゃってる。え、待って、なにこれ、なにこれ、初見です、今日は初見じゃ、あ、今日は初見かで、毎日初見です、初見です、食器です、証言です。なにこれ、なにこれ、よっかいました、その説ありがとうございましたって、その説かな、え、ありがとうございました、覚えてます。私も3期に流れるの早かったですって。あ、そうなんですか。ジョージよりもチーバくんよりもはるかちゃんが一番可愛いって、え、嬉しい、嬉しいです、ありがとう。はるかちゃん大喜び、萌香かって、萌香って、おかっぱちゃん、そうです、私ね、その時あの髪が短い子がすごくタイプ、あの好きだったんですよ、本当に。そう、私もあの髪短かった時期だった気がするんですよ、多分小学校5年生かな、多分切ってた時期だからね、髪あのボブの方がすごく好きで、うん、待って、なんかここに、ここ入ったからコメントを全部読むのは不可能です。え、どういうことだ、待って、多いな、前から可愛かったもんねって、あ、今も好きですよ、可愛かった、好きです、今も可愛い、マックスじゃないのって、じゃなかった気がする、マックスかな、青春時計、え、青春時計はまだだった気がする、うん、マックスかな、え、何の曲か忘れた、忘れちゃった、初見多いなって、ね、初見多いですね。でもね、初見じゃないって分かるんですよありがとうございます、ギフト、ぶどう、なんでぶどうなのかな、ぶどうのギフトありがとうございます。待って、こんばんは、こんばんは、コメントあるある大喜利が始まる、ね、大喜利すごくね始まっちゃって、ちょっとコメント読めなくなってる、お、あの全部初見ですが、モバベ撮っておりますって、え、本当ですか、え、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。隙があるとボケたいって、だからか、なんかねすごくあれなんですよ、コメントが大量発生に、なんか初見ですとかいろいろとね、コメントがボケが始まってますよ皆さんの。私ツッコミ担当じゃない
気がしたんですけど、私がツッコミに回らないといけなくなっちゃう。うん、まだ顔は見せてないので名前だけでも覚えてもらったら嬉しいです。え、覚えてますよ。あのよくメールの返信返してくれてる方で、え、すごく覚えてます。私覚えてます。ボブにしてたの、ボブの頃の写真ないって、あった気がします。あった気がする。あるけど、なんかね、私ね、顔変わったんですよ。顔変わったねって言われたんですよ。なんかね、芋っぽいボブだと。そう、髪伸ばすと、あ、なんか可愛いねって言われるんですけど、ボブだと芋だねって言われる。家族に言われたんで、芋ごろだった気がします。待って、 NMB では誰推しでしたって。私ね、誰だろう、なんかいろんな方が好きだったんですよ。木下桃花さんが一番最初に好きになったメンバーさんで、今はあの坂下真子ちゃんです。今はそう、なんかね、どんどんあの卒業されていってどんどん変わっていっちゃうじゃないですか。それで、うん、なんか全員言うとあれですよね、時間があのカットカットってなっちゃう。待って、今45分、今47分だ。待って、感動したならマックスでしょうって。感動したね、感動したな、マックスかな。初見詐欺多いなって。初見詐欺、え、でもね、私はね、初見詐欺じゃない、あの初見、あの初見じゃないって分かってるのでね、全然大丈夫です。自分はちゃんと見るのガチで初めてですって。あ、本当ですか。嬉しい、嬉しいです。待って、今の推し先輩は誰って。あ、今ですか。え、どういうこと。今あ、NGT の中でですか。わ、マシモカホさんです。マシモさん、笑顔が見たいからボケるんだよって。あ、そうなんですか。え、嬉しい。3期のツッコミ担当は誰って。へー、難しいね。よくツッコまれるのが、いや、私全員にツッコまれるからツッコミ担当がわからないんですけど、ゆうなちゃんとかじゃない、萌えちゃんとかじゃないかな、萌えちゃんとか。あと全員にツッコまれるからわかんないな。意外とルアちゃんもツッコミするタイプ、するというツッコミもあるって。あ、全部する、する見てみたい。あ、ボブの写真、芋系タイプです。あ、本当ですか。え、じゃあ芋ちゃん見せますね。え、待って、じゃあ探しとくので、あの今はあの時間なくて見せれないんですけど、見つけたら見せます。50分、あ、本当だ、50分だ、すごい。タイムラグあるねって。そう、ラグが、木下さんのチェキがいけないかって。いけない、そう、待って、木下さん、ここが木下さんの話で、認知早い。あ、本当ですか。でも意外と私ね、覚えるの苦手なんですけど、人は覚えるのお得意。暗記が苦手だけど人覚えが早いっていうんですか。こんばんは、こんばんはです。こんばんは。久しぶりに NMB 劇場行ったらほとんど知らないメンバーだになっとったって。そうなんですか。なんか今が一番知ってる気がする、私的に。はるちゃんボケなのか。確かにワイプ見てたらボケなのはわかるって。え、私ボケてないです。ボケなのかな。でもツッコミではないって思ってる、自分的に。マッシー推し一生推せるって。あ、本当ですか。マッシーなんとって。え、一緒ですか。嬉しい、ありがとうございます。可愛い子を買いたくなるやつでしょって。あ、そうかな、そういうことかな。え、待って、コメントさ、文字キー読めないかもしれない。1年半ぶりにナンバ行ったらチーム B2 推しになったって。え、私もです。今 B2 推しです。同じ
待って、今ランキング読んで告知からのもうちょっとコメント読めるかなのかな。イモチュンは響きからして可愛い。なんかね、イモチュンって言ってくださった方がいて、だからね、私もイモチュンって言ってみた。なお、ありがとう、嬉しい。でもね、コメント読めるようになったから、あの結構間に合ったから、これでランキング読んで皆さんラジオへ行こうってやったらもう終わりだ。終わるのが苦手、僕初見ですって。え、でもさ、え、苦手だけど、あの人覚えは得意なんですよ。え、ご存知ですよ、知ってますよ、みんなに突っ込まれてる天才やって。確かに、でもそう、突っ込まれ担当ですね、突っ込まれ担当。 B2 では誰が好きなのって、高下真子ちゃんとかね、サンだね、サンだ、高下、坂下真子サンだとかね、いろいろいろんな方好きです、本当にいろんな方好き、もう可愛い子が大好きで、もう全員好き、 DD になっちゃう。よくショールームも見に行ってます。たくさんいますからね。待って、これ何の話だ、何の話だ、何の話だこれ。頑張ってて、ありがとうございます、頑張ります。あと1分ぐらいは話せる。まこちゃんか、自分は身落ちって。いいですよね、綺麗系、綺麗系の方ですか。そう、みおさんも可愛い。面食いなのかって、え、面食い。私面食いですか、なのかな。可愛い子は大好き。加入前握手会とか行ったことあるって。ね、握手会はね、小悪はありますね、善悪は行ったことないです。覚えてるとかそういう話、え、待って、その話かな、たくさんいますからねって、そういうことか、あ、その話か。はるちゃん DD だったって、はるちゃん DD じゃないんです、私ちゃんと一途ですよ多分。あの時の 8KO で選ばれなかった人含めて豪華メンバーだったねって、そうですね、そうかな、そうですね、8KO オーディション、うん、メンバーの、あ、メンバーじゃね、間違えた、メールの返信読んでてくれて、あ、読んでくれてて嬉しいって。え、私もね、あの返信来てくだ、あの返信してくださってすごく嬉しいです。え、待って、あ、54分だ、待って、ランキング読みます、先にランキング読んで落ち着いてから話します。それでは13位からいきます。13位チョノネコさん、12位ヤマジョケースさん、11位マッチョさん、おめでとう、ありがとうございますって言うの忘れてた、流れに行っちゃった、ありがとうございます。10位加藤アット愛知県民さん、ありがとうございます。9位和也アットハチマキの人さん、ありがとうございます。8位マスオさん、ありがとうございます。7位タカミーさん、ありがとうございます。6位チーボーさん、ありがとうございます。5位近藤和弘アットニャンマン、にゃん魔法推しさん、ありがとうございます。これさ名前と名前がさ途切れちゃっててさ読めないね。4位よしさん、ありがとうございます。3位ゴーさんあとはるちゅんすいすいさん、ありがとうございます。
2位ツッキーさんありがとうございます。そして第1位はドゥルルルルンテンビールマラさんありがとうございます。いつもありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。名前がさ途切れててさちょっとうまく言えなかったんですけど本当に皆さんありがとうございます。1500名の皆さん本当にありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。明日長く配信するのでぜひ来てください。明日何時からか分かんないけどまだ決めてないんですけどぜひ19時何時からできるんだろう。明日30分長めにやります。ごめんなさい本当に今日は皆様に拍手ってありがとう、ありがとうございます。今日も楽しかったってありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はるちゃんの配信楽しかったよってありがとうございます。嬉しい。ではね、今日は西村奈々子さんと真下果歩さんと、私南川遥と木本優奈ちゃんでエサコエサラジオがこれから9時からやりますのでぜひそちらに移動しましょう。皆さん一緒にこうやって私がティッ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 ってやるので皆さんも某 アニメみたいについてきてください。こうやって呼びますので、待って、あと2分ぐらいある。スクショタイムやって終わります。あ、お疲れ、あ、ごめんごめん、みんなスクショタイムやっていいかな。あごめんなさい、スクショタイム忘れてた。いけ、あダメだ、某アニメ、某アニメ名前を出さないでいきます。今日はね、何、猫ちゃんやりたい。あとなんかポーズ ないかな。ポーズ、このポーズ好きなんだよね。あ、こっちの方が好き。え、ポーズがない、ポーズが、ポーズはない、ポーズがない。もうバスケ、毎日バスケやってる。あ、カエルポーズ、カエルポーズ飛んでる姿、カエルポーズ。え、わかんない。え、あとなんかいいポーズありませんか。あ、コメント欄は大丈夫。あ、ほんと素敵なカエルでしたありがとうございます。コメント欄は大丈夫なのか。指ハート チーバくんポーズチーバくんポーズ、わかんない。チーバくんって横向いてるあ、そろそろ閉めます。皆さんありがとうございます。ありがとう、カーチーだねって、ありがとうございます。また来てください。時間になっちゃう。それではおやすみなさい。バイバイ、おやすみなさい。またね、おやすみなさい。おやすみじゃないわ。またね、バイバイ。